夢十夜。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますという。女は長い髪を枕に敷いて、 輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よく刺して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし、女は静かな声で、 もう死にますとはっきり言った自分も確かにこれは死ぬなと思ったそこで「そうかねもう死ぬのかね」と上から覗き込むようにして聞いてみた「死にますとも」と言いながら女は ちりと目を開けた大きな潤いのある目で長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であったその真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる自分は透き通るほど深く見える この黒目のつやを眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。と、また聞き返した。すると女は、黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、 でも死ぬんですもの仕方がないわと言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって空そこに映ってるじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。 腕組みをしながらどうしても死ぬのかなと思ったしばらくして女がまたこう言った「死んだら埋めてください」大きな真珠貝で穴を掘った そうして天から落ちてくる星の影を墓印に置いてくださいそうして墓のそばに待っていてくださいまた会いに来ますから自分はいつ会いに来るかねと聞いた 日が出るでしょうそれから日が沈むでしょうそれからまた出るでしょうそうしてまた沈むでしょう赤い日が東から西へ東から西へと落ちてゆくうちに あなた「待っていられますか?」「自分は黙ってうなずいた」「女は静かな調子を一段張り上げて「百年待っていてください」と思い切った声で言った「百年 私の墓のそばに座って待っていてくださいきっと会いに来ますから自分はただ待っていると答えたすると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた 静かな水が動いて映る影をみ出したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた長いまつげの間から涙が頬へ垂れたもう死んでいた 自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光がさしてキラキラした。湿った土の匂いもした。 穴はしばらくして惚れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光がさした。それから 星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へのせた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、 自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして丸い墓石を眺めていた。 そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた、女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つと自分は感情した。 しばらくするとまたからくれないのテントがのそりとのぼってきたそうして黙って沈んでしまったふたつとまた感情した自分はこういうふうにひとつふたつと感情していくうちに 赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもしつくせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには 苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると、石の下からハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、 すらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた真っ白なユりが花の先で骨に応えるほど匂ったそこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちたので 花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露のしたたる白い花びらに接吻した。自分がユりから顔を話す拍子に思わず遠い空を見たら。 暁の星がたった一つまたたいていた「百年はもう来ていたんだな」とこの時初めて 気がついた